れはゲーム画面に出てるやつをかなりアレンジしたって形ですね。佐渡、佐渡編で出てくるのつながったっけ？違うのかな。どこで出てきたでしょう。いや、佐渡で出てくる女ボスみたいなのが あったんで、それが女、地獄の女教師だと思ってたんだけど、違うかもしれない。佐渡で出てきた、うん、ちょっとこれは詳しい人に聞かないと。入り口を塞いでた人、地下の洞窟の中の入り口塞いでた、うん、敵キャラがいて、極楽太郎でないとそこのどかせられないみたいなキャラが出てきたけど、別にあれ女じゃなかったよ。佐渡で出てきた中ボスって誰だ。まあ、基本的には、ゲームに出てきた雑魚キャラを、リデザインしたというかな、うん、自分なりにデザイン、あ、多分ね、した雑魚やつですね。雑魚っていうのを作る段階で、うん、佐渡っていうエリアがあるから、サディスティックな女キャラみたいなのを書いてもらってたはず。なるほど。なんでそれは俺が思い込んでそこに出てくるだろうって、うん、でもそこには出てこなかったかもしれない、うん、で絵があるから普通に、うん、違う名前くっつけて、うん、雑魚としてどっかで使ってる、うん。長い時間ありがとうございました。はい、まあまたね、なんか機会があればこういうことをやっていきたいと思うので、その時はよろしくお願いします。はい。カニタケルです。